せっかくなのでコーディネート対決を。おー、コーディネート対決。すいません、ゴージャスさん、はい、多分帽子ね、これかぶり切れてませんね。ハサミの切れ味が悪くなったらアルミホイルを3回畳んで切ると切れ味が戻るよ。どうも、始まりました。ゴージャスさんです。私、ゴージャスでーす。アシスタントはよきよでーす。よきよでーす。ねえ、うん、知ってた？知ってた。あ、そう、ごめん。あ、じゃあ、いいでしょう。じゃあ、ハサミがね、こう、はこぼれしてるとこに、アルミの繊維がこう入るんだって、これで、ぐーっとまた、戻るんだって。ここまで知ってた。知らなかったー。よし、よし、ねえ、威厳が保ってたところで、はい、クラゲー。はーい。はい、今日一体何やんのかな。はい、今回紹介するゲームアプリは、なんと、国内500万人が遊んだアバターゲームなんだな。おお、その名もポケットランド。ポケットランド。そうだね、君たちは初めてやるゲームになるね。初めてだから分かんない、うん、ということで今回スタッフさんにお越しいただきました。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してます。ありがとうございます。あ、ね、あーってなんかね、自然体がいいですね。いいですね。可愛らしいですね。はい、はい、はい、さあ、じゃあまあね、うん、どんなゲームなのかは早速、うん、ゲーム画面行って見てみようか。そうだね、見るのが一番早いですからね。はい、はい、じゃあ早速画面行ってみましょう。こちらです。ドン。はい、ということで本日2画面、うん、こっちと、ね、こっち、こっちが、こっちが僕の。そうです。これは本日ね、お借りした端末でやらせてもらってますけどもね。はい。これ、どんな感じでこれ、僕たちに振り分けられたんですか、これ。やっぱちょっとこう、ゴージャスさんのあの帽子をイメージしてみて、はい、そんなものを入れてみたりとか。でも昔はこんな格好してましたね、私ね。あ、本当ですか。ね、ちょっと、なんだろう、キラキラしてることがね。そうなんだ。ね、ちょっとこう、うん、あとやっぱこう、目のところにこう、星もあるので、はいはいはい、ちょっとこう、目をこう、ガッと出すようなものにして、ちょっとかっこいいものをイメージして見ました。世の中からこう見えてんだろうなと思って。すごいね、うん、これ対してヨキュンは、これはヨキュンさんはもうすっごい可愛くてびっくりしました。まあ春っぽくっていうのと、うん、まあ、なんかちょっとヨキュンさんイメージをして、すごい女子力私 ね、こんな女の子になってみたかった。生まれるならばね。だって僕廃墟ですよ。かっこいいじゃない。私ちょっといいお家で彼が一緒にいる感じですね。窓越しです。窓越しのね、はい、窓越しでちょっと、うん、壁ドンされてる感じ。壁ドン、あ、壁ドンなのかこれは。わー、はい、すごい。でもすごいドヤ顔で窓の外を見てる感じですね。そうですね、かっこいい男の子と一緒でいいでしょみたいな。すっごい可愛い。いいですね、こういうのはね、うん、はい、はい、で今回のこの、まあ、ポケットランドなんですけど、うん、まあ、何にでもなれるアバターということでやっておりまして、ほうほうほう、まあ、あの今見ていただいた通り男の子にも女の子にもなれるんですね。あ、これはもうでも決めたらそのまんまですか。いや、そんなことないんです、まあ、ゲットした衣装によって老若男女に、あの、慣れちゃう。慣れちゃうんだ、まあ、もちろんあの海賊っぽくとかも慣れますし、まあ、お姫様っぽくとかね、このもう何人でも慣れるアバターになります。すごい、まあ、あとはね、中二病っぽくこうちょっとオッドアイのものがあったりとか。オッドアイのものが違うね。まあ、何にでもなれるアバターで、でそれでいろんなあの格好に着替えていただいて、うん、まあ、あの500万人がね遊んでらっしゃるので、まあ、そこのいろんな方のお部屋とかに訪問して、いろんな人のこうアバターを見て、わ、これかっこいいなとか、かわいいなっ て真似しちゃったりコーディネートをね、はい、していくアバターゲームになってまして、今回その中の何にでもなれる着替えっていうところをちょっとこうフォーカス当てていけたらなと思っております。なるほど、これ背景とかも何にでも変えるんですか。そうです、何にでもなれますね。もうお城の中だったり、はたまたバーのカウンターとか、ね、ー戦場だったり。これは、振り分け的には頭、帽子、うん、的なのと服はパーツ、ね、上下とかそういうことですか。そうですね、うん、はい、髪型とか目の、髪型もそうか、顔と、うん、まあ、あと頭のアクセサリーと、うん、インナーっていうか、まあ、上のこと、うんうんうん、ボトムス、足元、うんうん、あと背景と、まあ、背中系のアクセサリーがあったりですとか、ちょっといろんな組み合わせがあります。何種類あるんですか、じゃあ。15
15種類15種類のパーツを全部組み合わせによってはえらいことになりますね、それはどんどん増えていくわけですよね。またこれからも毎月さ、あの専属のデザイナーがおりまして、うん、毎月300点以上のアイテムがすごいで、どん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 新作が出てくる。個性がね際立っちゃうよね。どうかそうか、個性しかない、個性しかない、個性たっぷりの、はい、アバターを作れるもの。早く見たい、いいですね。で今回はせっかくなんで、うん、2人で何か対決をってことですね。そうですね、せっかくなのでコーディネート対決。おー、楽しみ。いやもうね、早く見たいよ、これ、ね、押したら怒られるかなと思って押してないんだけど、いろんなのに変えられるんだったらちょっとね、変えてみたい。どうなるのか見たい、はい、どこから変えるんでしょうか。あ、ですね、その着替えというボタンがありますので、そちらを押してください。はい、ポチッと。そうしますとこう左、あ、ごめんなさい、右側の方にいっぱいあのパーツのね、あの、はい、が出てきまして、まあ、それをこう組み替えていただくものになります。すげえいっぱい。なるほど。本当だ。これが15ってことね。そうですね。はい、顔型。うん、まあ、整形っていうのがまあその目とかを変える。整形。すごい顔型。顔型。すいません。はい、それでは全て外しちゃいましたので、はい、お、レア、S レアとか、あ、いっぱい動く。動く、動くな、動いた方がいいのかな。動くと可愛い、可愛いし、かっこいいですね。例えばはめてみたら、例えば言ってみ、いや、目がとすげえいっぱいあるの、全然すげえ、めちゃめちゃいっぱいあるのこれ。そう、ね、いっぱい種類があるのでちょっとずつ違ったりするんですよね。可愛い、ちょっとわかります、こうキラキラ本当だ、動いてますよ、動いて、あ、今キランってした、うん、こういうことね、そういうことです、うん、すげえな、わ、すげえ、なるほど、これ一個ずつ決めていくと結構あれだね、パン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 決めないともう時間が夜になっちゃうね、急いでください、結構ね、眺められちゃう、ゆき、うん、早いですよ、もう可愛くて可愛くて、わー、これじゃあ一旦あれしましょう、時間決めてね、やりましょうか、何分制限、じゃあ制限時間3分で、3分、なんかテーマ決めます、はい、テーマ決めます、テーマ決めると難しくなりませんか、大丈夫ですか大丈夫ですか、フリー、とりあえずフリーで行きましょうよ、好きな、好きなやつ、はい、期待、よし、じゃあとりあえず、じゃあ制限時間3分間、うん、よーい、スタート。お洋服に足までついてるバージョンもあるから、それを選んだ場合は、ズボン、スカートのところは関係なくなるんですかね、うん、あ、そうですね、そうなります。はい、残り1分ですよ、残り1分いや、全部見たいんだよ、そうなんだよ見させてくれよ、もうちょっと、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、終了。かわいい。さあ、それではですね、まずコーディネート対決1回戦、まずは、よきゅんから見ていきましょうか。はい、お、さあ、よきゅんのコーディネートこちらです。はい、テーマはかわいい、夢かわいいです。おお、夢かわいい、はい、どこ気に入りました、自分で。あの、もう全部です。うん、全部素晴らしくて、うん、なんていうか、こう今夢かわいいって女の子の中で流行ってて、アクセサリーとかで、そのふわふわ感で、あの髪の毛の色もちょっとあの幻想的な感じで、背景、そして前は茨とかがあって、うん、ちょっと辛口なんだけど後ろは甘くてみたいな、ちょっとね、スカート引っかかるからね。そうそうそう、出れないの。裾上げながら。この中の鳥ちゃんなの、これは。あら。トンマナがいいですね。もうそういう。で、目もちょっとトロンとしたおっとり系にしてみました。ハートが目の中に。そうなんです。ね。かわいい。かわいい感じ。で、囚われの姫様的な夢かわいさを求めてみました。さすがー。でもね、まだまだあったんですよ、見てないアバター。そうなのね。そうなのよ、結局ね。楽しかった。これか、お気に入りです、私。さあ、そして、一方ゴージャスくんのコーディネートはこちら、はい、夢コーデ夢コーデでしょ、はい、こっち確かに和洋折衷モテコーデで見ててくれ、見ててね、見ててほら、女の子チヤホヤするから、うん、チヤホヤするから、うん、天にも昇る感じほら、すご
目、目なんて言っちゃってるでしょ、ほら、ね、なんかこう、日本に来て、いろんなものを、うん、あの買ったあの方みたいだね。和洋折衷ですからね、うんうん、だってこれ、新選組の羽織かな、織そうですねですね、うん、がありつつも、うん、はい、こうインナーは結構ゴージャスくんっぽいというか、そう結構ねパンツもね、うん、あの結構派手な鬼系のものをね、鬼系あしらって、帽子も結構ゴージャスな感じだ ね、 ゴージャスね、そんなの着ちゃったらもう女の子がこう寄ってきちゃったわけですよそしたらもう宙に浮いちゃうぐらいのこのね、うん、これ動くのいいですね、なんかね、うん、これいい、うん、手にも登ってしまう、ね、ふわーってね、なるほど、いやこれはちょっとコーディネート対決、うん、ちょっとね結構なねスタッフさんの数いますんで ね、 ね、挙手制でちょっと見てみますよ。おじゃあまずはヨキュンのコーディネートが良かったと思う人は挙手してください、せーの、おー待って全員合わせヨキュンの勝利、いやいやいやだとしたら、うん、僕はもっとボケますよ僕はね、いや私も2着目でボケようと思ってたからただね、ボケるぐらいのアイテムはもっと下の方やるね上の方はもっとすごいきらびやかなもんね、キラキラキラ、すごい、でもまあでも精一杯ボケてこんぐらいのね、うん、うん、やつすごいすごいなって思ったよ、なんでも形になっちゃう結局は、うん、うん、そこはすごいとこ、悔しい悔しいね、これね、じゃあ分かった、うん、もう1回戦やりましょう、よしやろうやろう、じゃあいきますよ、はい、コーディネート対決2回戦、はい、よーいスタート、クレイジーだなでも私あのデザイナーさん紹介していただけませんかあとゴージャスくんの夢に出てくるよこれ結構すごくいいスタイルのいい何かですね真正面から歩いてきたらこれ避けますね、さあ2分前ですよ、早すぎるよ、なかなか決めるものがいっぱいあるんです、そうなんですよね、そうなんですよ、選び切らないのかな、こんなにいっぱい作っちゃっていい感じに過ごせないもんね、いやすいませんさあ30秒前ですよ、5、4、3、2、1、終了、さあ、それではですね、まずは、はい、コーディネート対決、2回戦目、はい、欲求のから見ていきましょう、はい、タイトルは、タイトル、タイトルは、うん、夢かわいいに挑戦したおじさん、おはい、こちらです、あらおじさんなのこれ、これおじさんなの、おじさんじゃないの、こんな可愛いおじさんいないよってでもおじさんなの、でも夢可愛いに挑戦してんだもんね、そう、あのやっぱり心は私は女よって思ってて、うん、夢可愛いに飛び込みたい感じ羽がフェアリー、そうフェアリーも、そうやっぱ妖精チックにね、うん、なりたいわ私っていうのを退職してからお考えになられて、うんはい、葉巻は可愛いなのかな、前の職業は営業です、うん、営業、はい、だから、まあ、街でこう見かけちゃったらあれ何々少女の営業の田中さんどうしちゃったんだろうみたいな感じの、うん、妖精になっちゃった、そう、うん、ストレス溜まりすぎでしょはい、わかりましたさあそれではですね、はい、一方、ゴージャスくんのコーディネート見ていただきましょう、はい、タイトルこちらです、タイトル、タイトルからいいですか、いいよ、ジュリー2016はい、じゃあ見てみましょう、こちらです、デン、ほらこれだ、すごいすごいジュリーですよ、ほらやばい、ほら沢田健二ね、ね、ほら、2016です、すいません、ゴージャさん、はい、多分帽子ね、これかぶり切れてませんねジュリーだから、やっぱジュリーこうでしょ、こうやってやばい雰囲気出てますよね、こうね、雰囲気出てるでしょ、うん、キャンディーが顎に刺さってますねそれが21世紀のジュリーですよ、ね、食べてる途中で、食べてる、何これ、めり込んじゃった、めり込んじゃった、あとフェアリーが被りましたね、まさかのね、可愛かったから ね、 ね、見たくなっちゃったよね、ね、ちょっとダークなところも見せつつね、メルヘンなところも見せつつ、お化粧だって、もう顔にこうやってつけてるみたいなジュリーだね、ジュリーやっぱ前際に被るから、これ面白い、ね、インパクトありますね、破壊力あるわ、黒いオーラもなんか飛んでますね、なんか手前は可愛くて
後ろもキラキラしてんのに、あのマガマガしさは隠しきれてないところが。そうですね。で前、あ、これ一回タップしていただくと、こうあの前の声も消えるので。こっちのね。そうですね。手前すごい可愛い猫ちゃんの形とかある。やばい。いいでしょこれ。やばいこれ。さあ、わかりました。どうでしょうこれで。じゃあ、コーディネート対決2回戦。じゃあまずは、欲求が良かったと思うスタッフさんたち、挙手です。せーの。おお。おお。ということは、ゴージャスくんの勝利。ありましたよ。1票入ってたけど、余計にタイムオーバーだからその1票も俺のとこ入る。じゃあ全票。わでもこれはね、私パッとあの自分のが終わってモニター見た瞬間に負けたって思った、いやその前にやっぱり制限時間があってもじっくりやりたいよね、そう、足りない、結局ね、うん、足りない、これだって多すぎるんだもん。選択肢が多すぎるんだもん。いろんなもの着せてみたいの、うん、でね、それこれであのまたいろんな人たちのも見れるわけですよね。そうですね、いろんな方たちがどんなコーディネートをしているのか、どんな、うん、もしかしたらネタ系にも振ってる人がいるかもしれない。おわ、たまにいるんですよね。なるほど、ちょろっと見れたりするんですか今他の人とか。あ、見れますね、はい、じゃあちょっとゴージャス君の方で、はい、じゃあ、そのお部屋というところタップして、お部屋これ今これ今あのゴージャスさんのお部屋に、うん、こんなん来たら怖くてもう110番ですよ。すごいですねこれは、はい、で今その左の方に出てるのが、はい、あの今訪問してきてくれてる子ですね、方、はい、この人のこれ、はい、これは全然知らない人ですか。全く知らない、あの一緒に遊んでいる方のがランダムに出てくるの で、うん、すごいな、でその ランダムっていうところを押していただくと、はい、ランダム、まああの他の方の部屋に、あらこんな風になって、邪魔いや、ね、どこに行っても訪問してるんですよ、訪問してるんだから、そうか、ね、はい、こんなやつ来たら絶対ね追い出すよね。もう追い出すってか、逃げるしかない。もう一個見てみます、ランダム、おお、かわいい、かわいい、はい、おお、みんな綺麗にしてますねやっぱね。そうね、こんなネタキャラ、ネタキャラいないでしょこれ。あ、あ、ちょっとっぽいのがいましたね、ダーク、ダーク、うん、でも可愛いよね、ね、うん、後ろにポスターも貼ってるんですね、アイドル好きなのかな。ここは雪国な感じ、雪国な、はい、というものですね。いいですねこれは、楽しい、ね、お部屋巡りしてるだけでも楽しいですもんね、これ ね、いろんな方のコーディネートだったりとか、うん、はたまたあの、まあ、結構いろんなコンテンツさんともコラボさせていただいてるので、うん、あ、このコラボのアイテム私持っててないけど見れてよかったわとか、あ、そうなんだ、はい、いっぱいある、ちょっとこの雰囲気に合ってません、あのすごい、はい、なんかね、しっくりくる、一番落ち着くの部屋、落ち着く、あっちの住人の方は嫌がってた、嫌がってたきっと、はい、いやーすごい、コーディネートがすごいいっぱい充実してるから楽しい、ずーっとできちゃうのこれね、ずっとできる、うん、で自分に合うやつを探してもまたどんどん増えてくるわけでしょ、うん、もう携帯手放せませんねこれね。ねえ、いや、いいですねこれね、こういうの、はい、うん、はい、ということで、うん、スタッフさん何か告知があるとのことですが、はい、これからですね、うん、まあ、こちらのポケットランドというゲーム、長くさせていただいておりまして、はい、いろんなところと今までコラボやってきてるんですね。ほうほうほう。で、まあ、そのコラボのガチャだったりとかあるんですけども、うん、まあ、近日公開にはなるんですが、ある、有名アーティストさんとコラボをさせていただくことが決まっておりまして、まあ、それはちょっと次回のところで、どんと発表させていただけたらと思います。もうここで下手なアーティストの名前出せないからね今ね。そうだねそうだね、ね、あ、でも一個だけいいかな、いいよ、はい、まあ、詳しくは、すいません、あ、言っときます、一個だけ、一個だけ、はい、ボンジョビ、あー、かっこいい感じの、うん、いいですね、
惜しいかもしれない絶対違うだろ惜しいかそうだね絶対違うだろうね、はい、詳しくはまだ、はい、情報は出ていないんですけれども、はい、こちらのポケットランドの情報に関しましては、はい、セルフィー公式ツイッターというところで、うん、今出てるここですねこちらスタンディングですね、はいはい、いろんな、まあ、本日 の、 おすすめのコーディネートとかそういったガチャの情報を出し、とかもこちらで出しておりますので、はい、ぜひぜひ覗いてみてください。はい、はい、いやーちょっとこうまだまだ対決もできそうだし、ね、楽しい、ね、もっと見たい。今度お互いどんな風に見えてるかっていうのもやっても面白いかもしれない、ね、そうです ね、 ねはい、こんな感じでポケットランド皆さんもねダウンロードですね、ぜひとも自分の好きなコーディネートをね、うん、コーディネートみたいな感じでやっていただいてはい、コンテストでは他にも動画たくさんありますのでね、全部見ていただけると光栄でございます。ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ボンジョビじゃなかったな、欲しくもなかったみたいだから、うん、どんな方かな、あれかな、やっぱ国内じゃないと、国内、うんうん、大自慢ブラザーズバンド、うん、そんなに受けないもうやめときましょう